どうも、枝豆です。今回はインワードクリックロールにある工夫をするとみんなが聞きなじみのあるあれになるよっていう話をしていこうと思います。あ、その音になるんだっていうね、結構意外なんですけども、それをね、紹介していこうと思います。ということで、レッツラゴー。インワードクリックロールにスーッていう音を足すと、この音になるんですよね。結構ね、聞き覚えのある音だと思うんですけども、この音になります。で、このっていう音はどうやって出してるかっていうと、口は開けて歯だけ閉じて、そこでで息を吸ってるだけ、これだけです。で、この息の吸い方でインワードクリックロールをね、やるとっていう音になります。まあね、実際この技はね、結構やり方聞かれることも多いんでね、ムズムズが解消された皆さんも多かったと思います。はい、ということで今日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。